学と仙台フリーパスは仙台市交通局が発行する学生、児童用のフリーパス。市営バスもしくは市営バスと地下鉄を利用して通学、通園する学生、児童を対象にした全線乗り降り自由の乗車券。ただし、使用用途は通学、通園のみに限定されない。地下鉄東西線開業前までは市バスフリーパスと市バス 地下鉄フリーパスの2種類が存在し、前者は市営バスが、後者は市営バスと地下鉄が期間中全線乗り放題となる。有効期間は1ヶ月もしくは3ヶ月。バスのみの定期券は紙、バス、地下鉄の定期券は時期カードで発行されていた。東西線開業後は市営バスのみ、地下鉄のみ、市営バス、地下鉄双方の各、 組み合わせから選択可能となり、また、これまでなかった有効期限6ヶ月券も販売開始された。合わせて、紙、または、時期カードから、アイクスク定期券に変更された。これにより、東北大生や宮城教育大生などを中心に、多くの学生、生徒が、市バスフリーパスから地下鉄フリーパスの購入に切り替えた、ため、交通局自動車部の収入が減ることとなり、 東西線開業後の自動車部門赤字拡大の一員となった。販売の対象となるのは、以下の教育機関等に、市営バス、地下鉄内市は、市営バス及び地下鉄を利用して、通学、通園するものうちは、小児料金。2016年1月現在。市バス専用のフリーパスに関しては、運賃150円区間の、 従来型通学定期券より安い購入額となっている。ただし、150円区間のみを6ヶ月継続して利用する場合に限っては、通学6ヶ月定期券の方がより安価である。2008年10月1日から2009年9月30日にかけて、仙台都市圏内36の大学、短大、高専、専修学校、約6.1万人を対象に、 フリーパスの実証実験を実施。有効期間が1ヶ月のシバスフリーパスとシバス地下鉄フリーパス2種類を販売した。学生の公共交通機関へのシフト及び利用促進を目的に、さらにはそれに伴う学生の交通事故防止と環境負荷の低減を目指し販売を開始。利用者数の減少が続く。 市営バスと伸び悩みが続く地下鉄の利用者増加策の一つとして学生をターゲットに絞って実施されたが地下鉄等財政開業を見据えた普及のための実験も兼ねていた2009年10月1日以降も実証実験を延長する形で継続新たに有効期間を3ヶ月とするフリーパスも販売を開始した 実証実験は2010年3月31日まで続けられ、正式に導入されることとなった。ありがとうございます。